還元楽のための競争曲は、バルトーク・ベーラが1943年に作曲した5つの、楽章からなる還元楽曲である。バルトークの晩年の代表作であり、最高傑作の一つにも数えられる。この曲は1943年当時ボストン交響楽団の音楽監督だったクーセビツキーが、自身の音楽監督就任20周年を記念する作品として、 また亡くなったナターリア夫人の追憶のための作品として彼女と共に設立した現代音楽の普及を目的としたクーセビツキー財団からの移植としてバルトークに作曲を依頼したことにより作曲されたアメリカへ移住したバルトークは完全に創作の意欲を失っておりこの移植がなかったら弦楽史重奏曲第6番がバルトークの最後の作品になっていたであろうと 考えられている。そもそも、クーセビツキーの依頼自体が、当時健康状態の悪化で病院に入院し、ライフワークである民族音楽の研究すらできず、戦争による印税収入などのストップによる経済的な困窮も、相まって強い鬱状態にあったバルトークを励まそうと、バルトークがハンガリーから移住する手助けをした、フリッツライナーや、 ヨーゼフ・シュゲティラ仲間がクーセービツキーに提案して行われたとも言われる。ブージーホークス社の現在の番の前書きによると、クーセービツキーは移植のためにバルトークの病室を訪れる際に当時としては破格の千ドルの小切手を持参した。この移植はバルトークに創作意欲を取り戻させただけでなく周囲の人には生命力さえ呼び起こしたように見えたようだったという。 移植は嬉しいが、体力的に作曲できるかわからないと渋っていたという、バルトークにクーセビッツキーは、この移植には期限がないと説得したというが、結果的には、作曲者、著作者、出版社のためのアメリカ協会の世話で滞在した、ニューヨーク郊外のリゾート地、サラナックレークで作曲に着手すると、たった2ヶ月でこの作品を仕上げる。その後1945年に死去するまで、 この曲以外にも、無伴奏バイオリン・ソナタや、ピアノ競争曲第3番などの作品を残している。なお、この曲の発想には、彼の楽譜を出版している、ブージーホークス社の社主ラルフ・ホークスが1942年に、バルトークに送った、バッハのブランデンブルク競争曲集のような作品を、書いてみたらどうでしょうという書簡や、バルトークがアメリカ移住時に携えてきた名友。 古代の同盟の作品の影響を指摘する声もある。初演に際してバルトークは、医師の忠告を無視して、ボストンに行き、リハーサルから立ち会った。当時のボストン公共学団メンバー、ハリー・ディクソンの回想によると、リハーサルでのバルトークは、大きすぎる、急ぐなと再三に渡り曲を止めて、指示を出していたので、号を煮やしたクーセビツキーは、ご意見をメモしておいてはいかがでしょう。 後で検討しましょうとその場を乗り切った。休憩時間中二人は話し合い、バルトークは帰っていった。リハーサルに戻ったクーセビツキーは、問題はすべて解決したと楽団員に語ったという。初演も成功に終わり、彼は何度も舞台に出ては、聴衆の喝采に答えたことを友人に話したり、手紙で送ったりしている。そしてこの曲は一気にポピュラーになり、彼の代表作として、 演奏会レパートリーとして定着している。出版府はバルトークが初演を聞いた際の反省に基づいて1945年2月に改定を加えた形で刊行されている。初演からの大きな変更点として修学賞のコーダの部分が長くなった新しいバージョンが加えられたことがある。追加版は、ホイとして一部の小説の重複を含めて後のページに収録し、 改訂前後の両方を確認できるようになっているため、改訂前と改訂後の両方の版が演奏されているが、バルトーク自身が手紙の中でエンディングが唐突すぎる感があると述べている、初演の反省をもとに書き加えたという経緯があることと、演奏効果的にも派手であることから、改訂後のバージョンを採用する演奏が圧倒的に多い。なお、改訂前の版は、 小沢誠治などがレコーディングしているほか、ナクソスヒストリカルからクーセビツキーによるライブ録音も発売されている。1945年、フリッツライナー式ピッツバーグ交響楽団により初録音が行われた。この録音では修学賞のコーダは改訂前のバージョンによっている。演奏するのはかなり難しい部類に入るが、国際式コンクールの課題曲の常連と言われている。 作品であり、若手指揮者の試金石のような存在である。なおこの作品は作曲者自身の手によるピアノ独奏版があり、シャンドルジェルジが世界初録音を果たしている。このことから指揮のレッスンにも即使え、指揮者の才能も測れて教育的にも効果がある。5つの学章からなり、公共曲といっても良い規模を備えている。 ただし作曲者自身が初演のプログラムに寄せた解説でも述べているように、オーケストラの各楽器をあたかも独奏楽器のように扱ったり、全合奏と室内楽的アンサンブルが交作するような楽曲構造を取っていることから、競争曲という名が与えられている。また、各楽章のタイトルはバルトーク自身による。夫人のディッタパーストリは、 どんな状況でも作曲はしないとバルトークが述べていたことを回想している。ただ、バルトークの研究家である米アマースト大学のクララモーリツ教授によれば、浮かんだアイデアを記録するなどして、複数の構想を練っていた形跡がある。白血病。ただしバルトークには最後まで知らされず、この時点では結核の可能性があると説明された。一般的に郊外と紹介されるが、 ニューヨーク市からは400キロ離れている。標高500メートル程度で結核の外気療法の先駆地として有名だった。小沢政治式ボストン交響楽団 RCA レコード1962年発売。この曲を得意としていた指揮者、ゲオルク・ショルティは映像ソフトの中でバイオリンパートについて第三楽章の一部分を例に、 パガニーニとかクライスラー並みの腕前を想定していると冗談交じりに技術的な難しさを表現している。アンタルドラティはバルトーク本人がショスタコービチを引用したと明言したと証言しているがメリーウィドウの戦術との関連性を意識していたかどうかは定かではない。ありがとうございます。